はい、今日は手書きで書いた文字を自動的にテキストにしてくれる機能を紹介したいと思います。こちらは Easy Write ですね。例えば、麺類をちょっと紹介してくださいみたいな感じで生徒から聞いて、うどん、そば、あと何ありますかね、ラーメン、そうめん、スパゲッティ、こんな風に、あげるとします。ただ、子どもたちによっては字が上手であったりそうでなかったりするかもしれませんので、これを自動化してみます。この選択ツールを選択してその文字を囲みます。そして右の下のキラキラマークをタップすると、このように自動的に変換してくれます。これは小さくしたり大きくしたり自由にすることもできます。どんどん変換していきます。そば、ラーメン、カタカナもいくんですね。で、そうめん、適当に書いた字ですけどどうでしょうか。きっちりいきますね。はい、スパゲッティ、小さな芋、ちゃんと出てますね。このように、テキストとして、変換することができます。自由に動かすことができます。そして右下のところにテンプレートとしていろいろな背景が用意されてますが、例えばこのピラミッド型を表示して区切り線を書いてみて、例えば、地元地域でもっと PR していきたいと考えるのはどれでしょうかっていうのでランキングを取ってみて、例えばスパゲッティはちょっとないかな、そうめんもないかな、うどんやそばもちょっとないかな、やっぱりラーメンだよねとかっていう風に、移動して、考えながら、こういった図を完成させることもできます。今日は自動で、テキストを変換する機能について紹介しました。